前回の続きでね、駿府城を取ったばっかりでもうこっちに攻撃が始まってますけど、ここら辺の所属を今書いてるところなんですね。これは駿府城になってるんですけどね。ここら辺ここら辺も欲しいんですよね。小田原町がもういらなくなってしまってるんだけど、まだ開発中のところがあるんだけどね。あと上田城ではね、人を増やすことをやってもらいたい。あとはここがねもういらなくなってるんだよね。23万人。あでもねまだね鷹登場が陥落してないから、ここにとどめておこう、とどめておこうという言い方をする。承知しました。
しました。これ朝敵だね。戦えるかな。承知しました。承知しました。承知しました。
あとね、開発がもう終わってる町があるんじゃないかな。これまで開発中か。終わってるので、これはね、駿府城に入って、稲原城、まだ人が残って、まだね、開発中のところがあるので、あと人が余ってる。ここではね、人をね、増やしたいんで、ここら辺ね、敵だからね、出るのあれなんだよね。なんだっけな、時間が来てしまいました。ごめんなさい、時間が来てしまったので次回でございますね。ちょっとボケーとしておりますね。あ、いや、はい、はい。